では後半です。アウトコースですね。1番ホール444ヤードパー5です。お、パー5。そうです、パー5スタートですね。マリンちゃんは、はい、スノボーとかしないの？あ、この前スキーを始めたばっかりで、スノボー今年ちょっと挑戦したいんですよね。なるほどね、はい、そうだからなんか冬はこうウィンタースポーツで、うんうん、まあ今冬が終わるとゴルフって人とかもいるから。あ、確かにいいですね。そうなんかちょっとそうやってそうなイメージがあったけど。あ、本当ですか。まだまだ初心者ですね、はい、なるほど。飛んだ ね、 ね、飛んだ。行きましょう。140ヤードぐらいの機械。はい。難しいですね。うん。うまい。いい。来た？後半来たよ。いいね。嬉しい。目つきします。目つきいらないか。言ったんだからしてよ。だって目つきいる。わかんない。8番。113ヤード、8番アイアンで打ちます。そうね。大きいです。後半急に調子が上がってきちゃって。そうだね。ショート気味だったのにね。はい。大きめに打ったら今度は大きかった普通に。お。あいちゃんこれは見せ場ですね。そうですね。いいんじゃない？もうちょっとですね。うん。うん。オッケー。はい、はい、パー、あれここなんだっけ、パーなのでは、パー5だっけ、444でパー5か、パー5って言った気がする。だよね、444だと今日の感じだとパー5、パー5だ。あらららえ、ほんと、ちょっと乗って考えましょう。ちょっと待って、また間違えたかも。また間違えた。審議入ります。ボギーでしたか。あ、ボギーでした。まあ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 、まあ、でもね、はい、惜しかったですよ。気づいてよかったです。今日のコーディネート、ちょっと冬っぽくなって。そうなんです。あったかそうですね。今日はあったかさ重視でコーディネート組んでみました。はい。そうですね、この帽子は本当にこの前ゴルフファイブさんで見つけて可愛いなと思って買ったばかりのおニューの帽子です。可愛いですよね、なんかボンボンもついて、ボンボンついてて、ね、めちゃめちゃボリューミーなんですけど可愛いので。で、そうですね、下は元のキャラウェイさんなんですけど、なんかお花っぽくしました。なんかいつも本当に白とかネイビーばっかりだったので、今日は気分を変えてちょっとピンクっぽくまとめてみました。なるほど。どうでしょう、ちょっと雰囲気いつもと違うかなって思います。はい、じゃあちょっと
ぐるっと一周お願いします。ぐるっと一周行きます。何でしょう以上です、ありがとうございますはい、行ってきます。はい、2番ホール105ヤードです、105ヤードパー3です。私はピッチングで打ちます。あ、はい、ちょっとさっき大きかったからね、距離がね。そうですね、ちょっと自分信じて。ナイス、いい、オッケーです。ボギーです。スリーパットなくしたいですね。はい、では今回もコメント読みをしていきたいと思います。と12月5日公開の、ハドロスコーティングを体験した時の動画になりますね。次のコメント。7103、高評価とグッドボタン、いつまで続くのが楽しみですというコメントいただきました本当ですね、私も動画見て気づいたんですけど一緒ですよね間違えちゃったちょっとやってみてよ、修正して。あ、修正してですか。はい、はい、この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録怪しいよろしくお願いします。コメントもじゃんじゃんお待ちしてます。はい、じゃあ今日はそれで、今日はこれでいきます、いきましょう。はい、はい、ありがとうございます12月6日公開のウェアのコーディネートをさせていただいた時の動画ですね。かわいい名前、エクレアさん、マリンちゃんのコーディネートかわいすぎる、嬉しい女性かな、なんかそのエクレアさん、ね、可愛い名前ですね。女性からのコメントかも、確かに嬉しいですね、ありがとうございます。あ、ちょっとまだ2人しか読めてないんですけど、またちょっと進めそうなのでまた後で読みたいと思います。では3番ホールですね、行ってきます。はい、では3番ホール248ヤードパー4です。戻ってきました戻ってきました。大変だこれはすごい、行こうカメラはしっかり捉えましたいいじゃんいいじゃん、あ、俺だ、やばい、やっちゃったよと思ったけどさ、ちょっとやばいですね。ラッキー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 、しっかり飛んでった。大丈夫ですね。ちょっとダフっちゃったけど。よし。よし。行きましょう。びっくりした。86ヤードを50度で打ちます。
水が降っちゃった、うん、前に進みましたね、うん、よし。じゃあ24ヤードを56度で打ちます。ちょっと弱いですね、うん、よし、グリーンまでやってきました。長飛びでしたね。です。もう一伸びって、もう3ホール連続そんな感じだね。3ホールだったら俺 OK って言ってるもん。確かに、ね、そうですね、入れたいですね。入れましょう、入れましょう。はい、行きましょう、レッツゴー。